来るなし来るなしとは、鳥取県鳥取市で運行するコミュニティバス。かつては鳥取市の中心市街地を循環するバス路線が存在しなかったため、中心市街地内の移動は非常に手間がかかるものとなっていた。これを解消し利便性の向上を図るため、鳥取市が中心となって中心市街地を循環するコミュニティバスの運行を開始した。2回の実験運行を経て、 2004年1月3日より正式運行に移行した。名称は公募により決定されたもので、運行は日本交通と日の丸自動車に委託されている。鳥取駅を起点とする赤コース、青コース、緑コースの3ルートが運行されており、年間の利用者は約25万人に上る。時刻表検索サイトのバスネットに加入している。なお、毎年1月1日は、 全便運休となる。鳥取駅、バスターミナル A 番乗り場に停車中のクルナ市と、ループキリンシアオコースは、A コースと B コースの候補運行である。鳥取100円バス、クルナ市利用者100万人突破。日本海新聞。2008年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月13日閲覧。バイオディーゼル燃料一時中止のお知らせ。 鳥取市100円循環バス、来るなしで来るり、2013年2月25日閲覧。平成24年度第5回、鳥取市生活交通会議を開催しました。鳥取市公式ウェーブサイト、2013年2月25日閲覧。1、鳥取市100円循環バス、来るなしに、電子マネーを導入します。鳥取市公式ウェーブサイト、2013年7月20日閲覧。 来るなし、緑コースの経路変更について、鳥取市役所都市整備部交通政策課、2018年9月30日閲覧。来るなし、新路線案について、鳥取市役所都市整備部交通政策課、2019年11月3日閲覧。来るなしの車両デザインについて、鳥取市役所都市整備部交通政策課、2020年3月13日閲覧。 令和3年10月1日より、県東部路線バスでナンバリングを始めます。一般社団法人鳥取県バス協会。2021年9月24日閲覧。令和3年10月1日より、県東部路線バスでナンバリングを始めます。日本交通。2021年9月24日閲覧。鳥取バスターミナル乗り場。路線名変更詳細。日の丸自動車。 2021年9月24日閲覧。10月1日から100円循環バス、来るなしが新路線で運行します。鳥取市役所都市整備部交通政策課。2021年9月4日閲覧。ありがとうございます。